近所の家に何でも吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え？吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな。俺が何とかしてやる。 あいつは物欲の塊なんだ。俺の大事なものまで盗みやがって。随分と客が多いな。おい、霊を吸い込みやがった。あの穴があいつらまで引き寄せやがった。 さてと、家の中がどうなっているか調べてみるか。 障子の奥に何かいるぞ。 何のいたずらだ。 印を結んで炙り出すぞ。 上に上がったぞ。 いい加減出てきやがれ。 いつまでかくれんぼする気だ。おい、力を使って居場所。やっと会えたな。ここにあるもの全て俺のもの。
さあ、お前も。偉そうに、鏡の見物か？どうすればいい？人に聞く前に自分で考えろ。消えていきな、強欲野郎。
俺の言った通り、なんとかなったろ。僕が体張ったんだけど。人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局全てを失うがな。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな、物が完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。やつもついに来たまった。さあな、見ろ。よかった、これで家に帰れる。